こんにちてる、こんにちついてる。小内カレナさん、ありがとうございます。クリさん、ありがとうございます。あとは夜公演ですね。なんでかわからないんですけど、今日起きたら首がもげそうなぐらい痛くて。さっきね、トレーナーさんに見てもらったら、首の、なんていうの、移動範囲、可動範囲が大きくなりました。どうでしょう。なのできっと昼公演より大きく首が動くはず。寝相悪かった、え、悪かったんかな。そうかも。なんかお母さんに昨日寝つき悪かったでって言われて、全然自分的には寝てたつもりだったんですけど、起きてたみたいです。首を大事に、ありがとうございます。もげなくてよかった、よかったね、本当に。はい、私は今からお昼ご飯、お昼ご飯かな、時間、昼夜ご飯、昼ご飯を食べたんですけど、おいしい鶏のね、お弁当だったんですよ、昼のお弁当は。で、今夜のお弁当が来たんですけど、私はまだ昼のお弁当食べ終わってなくて、そぼろと鶏と卵だったんですけどね、ちょっとまだ残ってるので、まずお昼の弁当から食べちゃいたいなと思います。公演が始まる前に鶏とそぼろ3分の2ぐらいと卵4分の1ぐらいとひじきと唐揚げを食べました、さっき。で、まだちょっと残りがあるので食べつつ、そう、食べつつね、何グラムも話したいんですよ。しおりのように走ろうとさないです。はい、わかんない、もしかして私が椅子を取った時に机に当たっちゃったのかもしれないと思って。大丈夫だったかな。超うまそうじゃん。そう、めっちゃ美味しそうやんね。まだ私結構そぼろご飯好きなんですよね。そぼろ卵も好きやから、最高の組み合わせ。うん、唐揚げ好き、美味しいよね、唐揚げ。わかります、唐揚げ美味しい、やっぱ揚げてるものは美味しいですよね。揚げてるものとかはね、なんか菌は熱で消えるから、揚げた揚げ物はゼロカロリーなんですよ。そう思って食べるようにしてます、私はいつも揚げ物を食べるときは。うん、昼公演のレナちゃんすごく良かったです。 ありがとう、嬉しかったよってくれて。今日のキャッチフレーズ可愛すぎたね。やった、嬉しい。ちゃんと可愛くできてて、できてたかな。よかったよかった、うん。近重さん呼ばれるの確かに。大丈夫かな。そう、ナングラがね、写真が4つあるんですよ。ないんかな、それここに。ないんかな、どうなんだろう、こちら。ちょっとここにはなさそう。これ、あ、違うね、4つぐらいあって、骨の人がパックしてるやつみたいなのと、赤ちゃんのね、かぼちゃの仮装してる赤ちゃんと本物のかぼちゃが並んでるやつと、あと犬がスーパーマンみたいになってるやつと、あと何やっけ。ツイッター見せてもらう、確かに赤ちゃんかぼちゃ、そう、あ、すいません、あ、違いました、ごめんなさい、何もないです。いいの、はい、すいません。違いました。今井さんか、近重さんかと思ったら違った。恥ずかしかった。写真で選ぶんですけど、あるかな、ちょっと10秒ぐらい待っててください。
プリントアウトしたらあるらしいけど、ちょっとそれは申し訳ない。やっほー。私的にはね、かぼちゃ、赤ちゃんがかぼちゃ着てるのとかぼちゃが並んでるのが可愛いなと思って。そうで、あれスイカベイビーあるじゃないですか、スイカベイビーのやつ、あの前の N さんの公演でやってたやつだから、かぼちゃベイビーにしてどうかなって。赤ちゃんが来てたからスイカベイビーとかけて、かぼちゃベイビーで、スイカベイビーの次はかぼちゃベイビーの歌作ってバブーみたいな。かぼちゃベイビーとかどう？うん、何、あ、骨のやつとかやったら、ダイエットしすぎちゃったけど骨の私も愛してねとか。かな、何がいいかな、あと何あったっけ、ワンちゃんあるの覚えてるんですけど、4つイラストがあって、ちょっともう1個忘れちゃった。脱いじゃいました。脱いで骨にまでなっちゃった。でも面白い、いいね、脱いじゃいました。レナちゃん、レナダンらしくてよき、あ、ほんと？かわいいポイント。夏はスイカベイビーで、秋はかぼちゃベイビー、レナはおかちゃん。ね、いいよね。かぼちゃってなんだっけ、スイカと一緒で、あれ東だっけ、東にスイカのこれ、東北南。スイカ、かぼちゃってなんやろ、なに。あ、南か。東じゃなかった。東もあんのかな、西とか。西は北ってあるのかな、北と東、気になる。南でしたね。17時から発揮戦と、え、ね、ショールームめっちゃ楽しみですよね。ドキドキ。でもすごいなって思います。そう、オーディションがこう、もうね、皆さんの前に出てオーディションするっていうのがすごいなと。緊張しますね、私だったら。何配信しようってなっちゃいます。すごい、西がスイカか、で南がかぼちゃ。OK。6期生はショールーム審査なかったか、そうなんですよね。でも結構ドラフト生の方とかはショールーム審査してますよね、見たことあります。季節感目新しい、本当？いや、あるかな。スイカベイビーの次はかぼちゃベイビー作ってバブーみたいな。いっぱい踊ったからお腹空きすぎて進みますね、ご飯が。見てください、もうあと卵。全部卵先に、あ、まだいました。何やろう、大葉で、大葉巻きみたいな。うん、うん、ささみかな、おいしい。喉も乾いた。ほんと？うん。もう2回目の後輩。そうなんですよ。もうびっくりです。こんだけいるんだなって改めて。びっくりします。もぐもぐ、卵好きなのかな。え、好きです、卵も。でも、うん、卵好きですね。全部好きだった。ここにチキンが並んでて、ここにそぼろがあって、私三角食べができなくて、もう決まったもんは同じもんからしか食べれなくて、だからいつもこういう食べ方になっちゃう。まずチキン食べる、そぼろ食べる、卵を食べる、
そう、三角食べがいいって言いますけどね。お母さんとかにもちゃんと交代交代で食べなさいって。なんか和食とかで魚と白ご飯とか出るじゃないですか。それも魚と白ご飯を食べた方が美味しいと思うんですけど、なんかもう真剣になっちゃって食べることにもう魚から食べちゃうんですよね。だから最後に白ご飯が残っちゃう。そう、あばばばば一点上乗るのから、そう、もう決まったもんから食べちゃいますね。前は好きなもの最後に残しがち。あ、ねえねえ、好きなもの最後に食べたいって言うね。私は時と場合によりますね。最初と最後に食べたい時もあるけど、できた。僕も三角食べしないです。で、ね、なんか食べちゃうよね、いいことって。今日は卵かけご飯の日だね。お晴れになったんついてすか。あ、本当？気づいてくれた？そう、今日は卵かけご飯の日だから、卵とご飯のね、スタンプしたんですよ。あ、そんなんやった。卵かけご飯食べたくなってきちゃった。これも卵ご飯だけど、ここに醤油かけたら卵かけご飯みたいな味になるんかな。また別物か。うん、おいしい。野菜メインご飯の順がいいよね。野菜からがいいって言いますよね。でも野菜は何やろ、何食べてるかな。最近はメカブをよく食べてます。コストコのメカブがちょっとうちにやってきたのでそれから食べてます。コストコのね、メカブが本当におすすめですよ。こんな顔まではないかこれぐらいね、でかい、いや、これぐらいかな、でかいタッパみたいな入れ物にメカブだけがずっしり入ってるんですよ。いや、それにポン酢かけて食べるのが好き。美味しいです。最近エンヒル食べた。エンヒル食べたかな最近。でもエンヒルめっちゃ好きです。私エンヒレとかシシャモとかそういうなんかおつまみ系のも好きです。そう、よし。じゃあさっきダングラ言ったもうスイカベイビーのやつにしますね私皆さん私っぽいって言ってくれたからそれでします。はい、これでダングラを決定できました。皆さんのおかげで、ありがとうございます。スイカベイビーとにかけてかぼちゃベイビーイラストにしてそれにしますね。ありがとうございます。皆さん意見を聞いてくれて、イエーイ。今回は早めに決まったぞ、イエーイ嬉しい。シャも美味しいよね。ね、美味しい。本当に私はもう頭から尻尾まで全部食べるタイプですちょっと苦いのも好き、美味しくて、今年ハロウィンコスプレする機会ないか、ねえ、したいんだけどね、ちょっとライブのね、タイミングと被っちゃったから。頭から行くの偉い。あ、偉い？やった嬉しい。スイカベイビー N の公演見てて、なんかなまった N の公演見てて、めっちゃスイカベイビー好きで、そうやってみたいって思いながら上で見学してました。研究生の頃いつも、もう昇格してた研究生かもう、私サッカーボール蹴る振りのとこが好き。カルシウムもりもり、もりもりですスイカベイビーのユニット誰としたい？ね、でもチーさんの高めツインのスイカベイビーめっちゃ好きでした。未来さんの声も好きだったけどね、スイカベイビー。悩みますね。めっちゃ悩む。いただきますね。
逆ね、どんなメンバーでしてみてほしいですか？最初コスプレしよう。ね、したいです。でも、明日も用事入って、一人で帰ってこれたらします。ゆいなと、あ、ゆいなってめっちゃ似合いそう。それかベイビー。ぽいね。ぽいですね。めっちゃニコニコの。ケイト、ジョー、レナタン、それかベイビー。あ、学生組でね。みんなもしてみたい。マリネのね、お願い。してみたい。マリンちゃんとはね、隣のバナナしてみたいねって言ってたんですよ。私メイク3番目ないけど、ちょっと時計が、ショールームも時計見れるようになったらいいのに。私よく15分経ちましたよっていう文字をね、続くのを忘れるんですよね。あ、35分。16時半のオールアップだから。計算。40分。今から着替えて。16時。あれ？もう行く時間もメイク。17分経過した？本当ですか？ありがとうございます。メイク4番目になってかな。気づいた、教えて。ありがとう、優しい。よし、ごちそうさまでした。綺麗に食べ終わりました。皆さんも見に来てくれてありがとうございます。ナングラの話もできてよかったです。次はね、夜公演があるので気合い入れて頑張りたいと思います。580円、嘘、帰ってた。恥ずかしい。よし、夜公演も皆さんぜひね、時間があればチェックしてもらえたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。じゃあそろそろ終わりたいと思います。夜もファイ、はい、ファイト頑張ります。ありがとうございます。ちゃんと食べて偉い、イエー、褒められた。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。3